はい、Wii のねショッピングチャンネル終わってしまったので、Wii の中に入っている Wii ポイントを回収したいと思うんですが、まずはですね、プリペイドカードでない場合は Wii を起動させてショッピングチャンネルに入っておいた方が便利です。 Wii 内の Wii ポイントを回収するには Wii を起動する必要があると、ということで Wii ポイントの払い戻しをやってみたいと思いますが、ウェブサイトを進めていくと Wii ポイントなのかプリペイドなのかをまず聞いてきます。で、今回 Wii ポイントなのでそっちを選ぶと、さらにですね、他の任天堂ハードに移すのか、銀行口座またはローソンで現金を受け取るのかを聞いてきます。自分は今100円しか入ってないので、まあスイッチに移行しようかなと思いますけども、もし銀行口座またはローソンの方が良ければそちらへアクセスと。ただよく読むとローソンですと受け取れる金額の限界値だったり時間帯の制約がありますね。銀行振込も口座番号を打ったりとちょっと面倒いですね。なので自分はスイッチへの移行なんですが、 Wii または Wii U 本体の製造番号が必要です。それはここに。あとはパスワードなんですが、先ほど Wii を立ち上げましたよね、または Wii U の Wii モードを立ち上げたと思うんですが、そこでショッピングへと、ショッピングチャンネルのショッピングへ行くんですが、前ここで引っかかっちゃったんですが、なんとですね、ここのご利用記録か、ご利用記録っていうところに実は入ってました。ここです。こんなところに書いてありました。Wii ショッピングチャンネルパスワード、こいつね。こいつが必要になります。再びウェブサイトに戻って、Wii、Wii U の製造番号と先ほどのパスワードを打つと、そうするとこのようにですね、未使用の Wii ポイントが表示されます。おお、合ってると。すると、e ショップ残高に交換なのか、銀行、ローソンにするのかを聞いてきます。まあ、今回は e ショップですので、このようになりますね。任天堂アカウントなのか、任天堂ネットワーク ID なのかもまた聞いてきますね。この辺、煩雑です。そうするとパスワードを再入力といった感じになり、合ってると、このように交換ができました。意外と早い。もし銀行またはローソンを選ぶとメアドを打ったりとか銀行口座を打ったりとかなかなか大変ですね。あとはプリペイドカードが丸々未使用の場合ですね、この場合はですね払い戻しできるんですが、カードがですね初期の任天堂ポイントという単位の時代のものしかダメですね。で、必要なのはここの数字の情報です。で、新しいやつはみんな円になってますよね。このように1000円とか2000円とか、そういうカードは今の e ショップで使えますので交換不可能です。払い戻し方法ですが、残念ながら e ショップへの移行はできませんので、銀行振込かローソンになってしまいます。作業を続けていくと管理番号やプリペイド番号を入れるとこが出てきます。あとは指示に従ってやっていくんですが、ちょっとこの Wii ポイントみたいなカードがですね、任天堂ポイントがもう使っちゃったような気がするんですよね、残念ながら。なのでその先がちょっとできないっぽいんですが、確か1枚ぐらいあった気もするんですが、どうだったかなと。今日の段階ではちょっとそのね、任天堂ポイントのカードが見つからないので、もし見つかったら場合によってはやってもいいかなと思います。まあちょうどね、この任天堂ポイントという時代がありましたけども、Wii と DSi の時代からですね、初めてまあダウンロードコンテンツの配信を始めたわけで、まだまだ任天堂にとってはこう、なんでしょうね、ポイントカードの使い方が迷走していたなと。最初、なんとかポイント、Wii ポイントだったりとか、DSi ポイントだったり、いろいろ煩雑でした。はっきり言って、円でいいと思うんですけども、なんかそういうんでね、複雑回帰、さらにネットワークの、なんて言うんでしょう、ID でしたっけ、任天堂ネットワーク ID だったり、任天堂アカウントとか、もう何がなんだかさっぱりわかんないですね。パスワードだ、メールアドレスだと、もう、こんがらがっちゃってですね。もう、なんでしょう、ごちゃごちゃです。何回か間違うと、なんかやり直しになっちゃうとかね、非常に大変なんだね。ようやく e ストアと、任天堂アカウントで統一されるのかなということで、まあ長い年月が経ちましたけどもね、なんとか
スムーズになったかなと。あとは何でしょうね、やっぱりこうお引越しシステムがちょっとめんどくさいんですよねなんかアカウントで紐付けしてくれると非常に助かるんですけど、なんかな、なんかあるたんびにまた買い直したりとかいろいろね、もうちょっと整備できないかなと思っちゃう次第なんですが、思ったよりもスイッチへのねポイントの移行が早くできたので、ちょうど起動してある Wii のね、あの Wii Wear あたりをやってみたいと思って、勝手にですね余った時間でゲームの方はドラキュラですね、ファミコンの時代からありましたけども、ファミコンの時代はねこの主人公のジャンプの軌道がですね変えられないんですよね。一度ジャンプしてしまうともうそのまま放物線を描いていってしまうんですが、今作はですねある程度ジャンプ後も軌道が変えられます。なので、まあ、若干難易度が下がってるかなと。とは言ってもファミコン版の方はね意地でもクリアした記憶がありますよね。あの時はやはり若かった。話がそれましたが、Wii ポイントの払い戻し、半年間ですね。ですので、なるべく早い方がいいかなと。ただ一つ悩みどころは、残っている Wii ポイントが50ポイントとか100ポイントですと、この作業ですね、払い戻しの作業をする時間が、例えば1時間とか2時間かかっちゃったりしてると、結構、もったいないというか、バイト換算でいくと、ね、1時間で、100円の作業、そもそもこの100円って自分の100円ですからね、何のために作業してんだといった感じもしますが、まあ5000ポイントとか1000ポイントとか1万ポイントとか、なんか順番が変ですねそういう金額があるんでしたら、まあ払い戻しするのは絶対にした方がいいかなと思いますね。払い戻しの受付期間は2019年8月30日17時までです。それまでにやらないと終わっちゃう。ではまた。